山口のジジイをかばいながらの戦い。刺しもの帝劇も動きが鈍い。このまま料亭ごと焼き殺すもよし。しかし、もう少し楽しむとしましょう。普通に歪むその顔。たまりませんね。被害が出てるやなんて。町の人たちは大丈夫なんやろか。安心して、付近の住民の避難はすでに完了しているわ。あとは国旗会の進撃を食い止めるだけよ。頑張って。ということは逃げ遅れているのは山口さんだけですね。え、わしのことかね。心身や、うちらに任しといたら大丈夫やさかい。うん、せっかくじゃがら言われた通りにするかの。よろしく頼むよ。ところで大神はん、安全な場所言うたら。じいさんの車はあの辺りまで逃げる必要があるで。ええな、大神はん、敵を近づけたらあかんで。おう、若いの。無理はするなよ。気をつけていくんじゃぞ。
もんだぜ。頼れるのは自分だけ。値の番だな。頼れるのは自分だけ。Thank you.
ちに任しとき。頼れるのは自分だけ。
紅蓮の炎、やはり美しい。この私の炎で焼かれるとは、運のいいゴミどもですね。お前は、国旗会、感謝。そうですよ。汚らわしいゴミは燃やすに限りますからね。ゴミやて？罪もない人を苦しめるって何考えとんねん。うちが取っちめたる。な、何がおかしいねん。お前たちがここの人間どもを避難させた場所、あそこにはあらかじめ爆弾が仕掛けられていましてね。私が持っている起爆装置を作動させればどうなるか。なんて卑怯なやつなの。人の命を何だと思ってるんですか。ゴミを燃やしてテートをきれいにしてるんです。この野郎。アイリス、こいつ大嫌い。この男、本物のゲスですわね。お前なんかにうちは絶対負けたりせえへんで。うちはうちの大事な人たちのためにも負けるわけにはいかんのや。いつまでその強がりが続きますかね。そこまでよ。起爆装置が、何者？間に合ったよね。マリアだ！マリアが来てくれた！隊長、遅くなりました。マリア橘、ただいまより花組に復帰します。ゴミどもが、許さんぞ。燃やしてやる、燃やし尽くしてやるわ。お前たちも、この町も、すべて灰にしてくれるわ。石油交渉！
ちらの力を合わせれば千人できる。
うちらの力見せたろうで。なぜだ、なぜこの私が勝てぬ、こんなゴミどもに。覚えておれよゴミども、燃やしてやる、燃やしてやる、燃やしてくれる。過激団もこの帝都もゴミはすべて燃やしてやる。逃げられてしまいましたね。ですが、市民に被害がなくて幸いでした。遅くなって申し訳ありません、隊長。お帰り、マリア。みんな元気そうでよかった。で、米田支配人はどうなの？米田班、もうピンピンしてはる。病室で宴会やってるらしいで。そうや、こっちも宴会や。うちの宴会君対応でパーッと盛り上げたるわ。相変わらずね、コーラン。でも、大事なこと忘れてるんじゃない？ああ、せやな。いつものあれやらんと。ほな、行くで。せーの、勝利のポーズ決め。おじいさんが、いかにもそのじいさんがこのわし、海軍大臣山口和豊じゃ。ごめんなさい、私おじいさんだなんて。に構わんて、わしもお忍びで出かけたんじゃからな。まさか料亭の飲んだくれが海軍大臣だとは気づかんじゃったろう。しかし帝国歌劇団、お主たちの戦いぶり実に見事じゃった。国旗界なる敵は明らかに魔的な力を持って帝都を脅かし始めておる。また一部過激派による不穏な動きが伝えられる昨今、ぐやがわしは帝国海軍を動かし帝国過激団を支援することを約束しよう。それとわしは過激団のファンでな、花組の芝居が見たくてたまらんのじゃ。これからもいい芝居が見られるように財界に口添えしておこう。それってもしかして。貧乏暮らしから脱出できる
家の舞台を毎日ご覧になって長生きしてくださいませね。そう言われるとわしも嬉しいの。頑張れよ若いの。よかったですね隊長。あっちゃきっついな大神はん。神さんの意地悪。温泉、それは体の休息。夏休み、それは魂の休息。久しぶりの暖かい時間。次回桜大戦2、嬉し恥ずかし夏休み、大正桜にロマンの嵐。今は私だけを守ってほしい。